ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港、あるいは単にパレルモ空港と呼ばれる空港は、イタリア共和国パレルモ県パレルモ北西のプンタライジに位置する国際空港である。かつてはプンタライジ空港とも呼ばれた。シチリア島では、カターニャ=フォンターナロッサ空港に次ぐ旅客数を誇り、2016年には532万5559人が空港を利用した。1985年、パレルモ空港の管理会社であるGESAP SPA が設立された。GESAPは、パレルモ県、パレルモ商工会議所、チーニジなどのパートナーの間で分割された1591万2332ユーロの全額払い込み済み資本金を持っている。1994年まで、GESAPは、パレルモ空港での地上サービスの取扱業者及び供給業者として独占的に運営がなされており、GESAPの監督は政府直轄の地方空港総局によってなされていた。空港は1992年にシチリアマフィアによって殺害された2人の主要な反マフィア裁判官、ジョバンニ・ファルコーネとパオロ・ボルセリーノの名を取ってファルコーネ・ボルセリーノ国際空港に改称された。シチリアの彫刻家、トマーゾ・ジェラーチによって制作された2人の肖像画が描かれた直径 1.90 メートルのプラークが空港の出発ホールメインエントランスに設置されており、碑文にはジョバンニ・ファルコン、パオロ・ボーシリーノ、リ・アルトリエル、オーゴール・ヨデラン・オーバ・シチリアと刻まれている。1994年にGESAPは地上サービス運営の独占を認可した20年の契約が執行されることから部分管理を担当するようになった。1999年4月、GESAPは空港の航空機運航の要であるインフラを管理することをアート 17L135-97 によって命じられた。空港管理会社としてGESAPは空港のエリア、インフラ、システムを計画、作成、管理し、必要な維持管理を行っている。また、公共情報システム、セキュリティ管理、監視などの一元化されたサービスを提供するとともに、商業施設の管理も行っている。2004年4月、GESAPはUNI ISO 9001/2000 の認証を受けた。同社はすでにハンドリング分野でサービスとプロセスの認証を受けており、これも2006年12月に認証機関 TÜV によって更新された。2004年5月30日、イタリア民間航空局は、ENAC の空港の建設及び管理に関する規則に定められた、規則に空港が完全に準拠していることを確認し、GESAPに空港証明書を与えた。2007年5月24日、GESAPは空港証明書を更新し2010年5月30日までの空港証明書を取得した。GESAPはハンドリング部門を、管理会社である GH パレルモに移管し、空港の総合管理に40年間の独占を許可されるのを待機していた。これは2005年3月1日のENACの取締役会の後、2006年11月17日に行われた会議で正式に承認された。以下の3社が焦点空港としている。空港にはトレニタリアのプンタライジ駅が直結しており、平日は早朝から午後10時頃まで約30分ヘッドでパレルモ中央駅への列車が発着している。空港ターミナルビルの外にあるバス停に停車し、空港とパレルモ市内を結ぶ民間バス会社がいくつかある。また、パレルモ、カターニャ、メッシーナなどのシチリアの他の地域へ向かうバスも発着している。ありがとうございます。